あ、みんな君、こんにちは。お、どうした？情けください修善寺の宿。明けましておめでとうございます。今年はとにかくもうすぐ発売になりますのでね、1月8日発売の修善寺の宿にかけておりますので、また応援よろしくお願いします。はい、修善寺僕よく行ってましてね、温泉、そしてこの歌をぜひ作ってほしいっていうことでね、ディレクターと新谷先生にお願いしてましてね、3年前からお願いしたんですよ。それができたんですけどね、非常にね、自分の持ってるね、和食の演歌ですね、和食今ブームですけどね、本当にそういう意味ではね、和食の演歌でね、純和風の曲でしてね、鼓が入って琴が入ってね、しのぶえが入ってね、で非常にその繊細な、またスケールの大きなね、いいのができてね、今から楽しみなんですよね。もうワクワクしてるんですよ。うん、まあね、この歌はやっぱりもう頭のイントロから主人公になることが大事ですね。そして自分の思いの丈を思い切りぶつけていくところもあっていいと思いますしね、それから出した後の弾いた時の処理をやっぱりこう繊細にやれるかなっていうのがありますし、語りがあったり、そして張るところがあったり、そして余韻を残すところがあったり、いろんなそういう意味ではね、楽しめる歌ですね。ですから歌を正確に覚えてもらって、そういう激しさ、思い切りぶつけるところと弾くところと、そういうメリハリがついたら非常にこの歌楽しめると思いますね。気持ちのいい歌です。非常に伴奏もいいですからね、特にね、中心線がぶれないようにね、しっかり足腰を整えて歌ってもらうと素晴らしい歌になると思いますね。どうぞ修善寺の宿、歌ってみていただきたいと思います。はい、うちの近くにやっぱ神社があるもんですからね、まず身を清めるって今年1年のお願いにですね、手を合わせに行きます。それから帰ってきてからもうリラックスして、好きなサウナに行ったりとか、家でテレビを見てるとかですね、本当にだらっとしてくつろいだ、正月ですね。女房がいないんで、ちょっと寂しい正月ですけども、とにかくまた今年頑張ろうという意欲に燃える正月だと思います。はい、いいんじゃないかな、こんな感じで。もうちょっと目が上向いてるかな。なんとなくね、津軽のなんかねぶた祭りみたいになってきたけどね、ちょっとかわいすぎるかな、鼻がちょっとかわいすぎるかな、でも顔がでかいしな、そんなもんかな。なんかお祭りみたいになってきたね、この顔。まあ、いいでしょう、五郎さんらしいやね。それで前かがみになって歌おう、今年もね。どうかしら、こんな感じで自分の特徴は目かなと思いますので、今年も明るくね、笑って歌っていきたいと思いますね。本当に書いたことないからね、自分の顔なんてのは。だけど、こんな特徴かなと思うんですよ。目とか鼻とかみんな大きいですからね、これで着物を着て今年も歌うんですけども、幸先よくいい歌をいただいてね、修善寺の宿という曲をいただいて、これでまた今年は頑張れるなという思いですし、もうあと3年4年経ったら50周年ですけどもね、まだまだ元気でございますんで、この黒髪しぐれに続いての艶歌なんですけどもね、カラオケでぜひ皆さんも歌っていただきたいと思います。似顔絵コーナーはこんな感じで、自分で初めて書きました。はい、そして、ね、今年も本当にまた鏡五郎、元気でね、皆さんに心に届くような歌をと思っております。特に今回は新曲で修善寺の宿というのをいただきまして、自分の希望でもあった伊豆の修善寺を舞台にしたなんかできました。で、和食の演歌と自分では命名してるんですけども、ぜひこの文化遺産になるようなね、そんな歌にしたいなと思っておりますし、とにかく今年も元気で、明るく、そして爽やかに、いつまでも青年のような気持ちで歌を歌い続けたいと思います。キングレコードの鏡五郎、修善寺の宿、よろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いします。ありがとうございました。いい